マスターは2017年からフランスで始まったフランス人ソムリエによるフランス欧州市場での日本酒の普及を目的にした日本酒コンクール。2021年度コンクールより本格上中泡盛部門を新設。主催はアソシエーションデクイラマスター。審査委員長はパリで最も格式と歴史を持つホテルドクリオンのシェフソムリエでもあるグザビエチュイザ。 運営委員長は、フランスで、ソムリエや日本酒の輸入販売をしている、宮川圭一郎。日本酒全体の約3%にあたる、大銀醸や、純米酒の特急クラスの日本酒の輸出が、日本政府の政策も、後押して拡大を続けている中、フランスでは2008年からの約9年間で、輸出額が3倍以上、2014から2017年の3年間で2倍に、 伸びている東欧コンクールはフランスだけでなく世界の日本酒の輸出拡大に影響を与えるコンクールとして関係者の信頼を集めている第5回目の開催となる2021年度より本格上駐泡盛部門を新設し日本史コンクールと並んで本格上駐と泡盛のコンクールを開始する本格上駐と泡盛を名称にしたコンクールは世界でも例がなく 過去10年間、約30%の上流種需要を安定して持ち、コロナ禍でさらにこの市場が拡大している当治で、第3の和製アルコールとして、欧州での知名度向上を目指す。同部門の審査委員長には、国家最優秀職人賞の資格を持つクリストフ・ダボアンヌが就任している。日本の日本史コンクールとは異なり、ワイン品評会のテイスティング方法をとり、 全てブラインドテイスティングで行われる。ワイングラスを使用し、評価は100点満点の加点方式。審査基準はフランス人、フランスマーケットに向けて設定されている。プラチナ賞は100から93ポイント、金賞は92から80ポイントまで。プラチナ賞に選出された出品種の中から審査委員長が、プレジデント賞、審査委員会が、 各部門の審査委員賞を決定する。全体の特徴審査委員長、グザビエ・チュイザを筆頭に、フランス人を中心としており、国家最優秀職人賞の保有者をはじめ、フランスの一流ホテルのトップソムリエやバーマン、専門店また、レストラン、ホテル、料理学校など飲食業界の現役従事者で、構成。グザビエ・チュイザー、クーラマスター審査委員長、 日本酒コンクール審査委員長ブルゴーニュ地方、ボーヌ出身。ベルナール・ロワゾームーリス、ピエール・ガルニエールといったミシュラン三つ星レストランでソムリエとしての経験を積む。パレスホテルの一つペニンシュラの改築後のカーブ創設を行い、ホテル内のレストランのシェフソムリエに就任。2017年夏に新創オープンのパレスホテル。 ホテルドクリオンにシェフソムリエとして招致されカーブを創設。日本酒との出会いは2014年と比較的最近ではあるがワインがたどり着けない食材とのマリアージュを見出し一瞬で恋に落ちた。その後日本各地の蔵元を訪ね歩き研究を重ねる。現在はフランス人への日本酒講演会も主催しておりこれまでの日本酒に関する活動が認められ2020年酒侍を 任した昨今のフランス料理には健康志向が定着しています。量より素材の厳選が重視され美味しくて軽いものが主流です。そんな中、良質の有機野菜を使ったスープなどにはワインにより日本酒が合わせやすいと実感しています。また、マリネされたものや軽く酸味のあるお料理にも日本酒は素敵なハーモニーを作り上げます。と明言している。 パズル・バンソン、クーラ・マスター審査委員会副委員、超アルゼンチン出身。2015年、アプス・アシー・アメリカソムリエコンクール優勝。2016年、アシー・世界ソムリエコンクール4位。アス・アルゼンチンソムリエコンクール優勝2回。2018年より、グループピックのエグゼクティブシェフ・ソムリエを務める。日本酒に初めて出会った2011年以降日本酒に、 ついての検算を重ね、バーテス、その後現在のグループ PIC にて、日本酒とフランス料理とのペアリングを提供している。クリストフ・ダボアン・ヌクーラマスター本格上中、泡盛コンクール審査員委員長2004年から12年間、優秀なバーマンを教育することで定評のあるパリのディズニーランドグループに勤務。2015年バーマンとして、国家最優秀職人賞を取得。 2016年リニューアルオープンしたパリの五聖ホテルペニンシュラホテルバーの責任者として従事している間にグザビエチュイザと出会う。2017年7月リニューアルしたホテルドクリオンでシェフバーマンとして勤務。2018年7月より自身のコンサルタント事務所バーエクセレンスを立ち上げる。世界のラグジュアリーホテルのバーでコンサルタント教育 新商品開発などに従事。フランスバーマン協会役員。2019年、クーラーマスタートップ14受賞蔵元との記念写真2018年、クーラーマスタートップ12受賞蔵元との記念写真愛。第1回コンクール2017年2月6日にエントリーの受付を開始し、3月末日終了。ふ市場への関心の高さを反映し、 日本全国の酒蔵数の約2割に相当する220社から、計550名柄が集まった。カテゴリー別には、純米部門284種類、銀城部門266種類でこれらのエントリー種は、6月26日に、パリ市内で32名のフランス人、トップソムリエたちによって審査され、金賞、プラチナ賞、特別審査員賞、 プレジデント賞が選出された。第2回コンクール第1回から100本、多い計650名柄がエントリーし、2018年5月28日、58名のフランス人ソムリエラによって審査が行われた。第1回と同じく純米大銀醸酒、純米銀醸酒部門、それに加えにり酒部門を加えた3部門で取り行われた。審査員の面々には、 最高級5つ星ホテルや2.3つ星レストランで活躍するソムリエたちが多く占め、所属先の星の総数は80兆となった。2017年、クーラーマスタートップ10受賞紙と、ュイ座審査委員長、第3回コンクールフランス各地から集まったトップソムリエやバイヤーなど、プロ93人が720名柄の日本酒を審査した。 年々日本酒エントリー数及びフランス人のトップソムリエを要する審査員数を集め国際的に注目される日本酒コンクールとしての成長を見せた第4回コンクール新型コロナの影響下で延期を余儀なくされた第4回コンクールは2020年8月31日に感染防止対策徹底の上で審査会を実施 トップソムリエラ51名の審査員が参加し、824名柄の審査が厳正に行われた。受賞式は、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び日本からの渡航が困難であることを鑑み、在仏日本国大使館とクーラーマスターパリ本部、日本各地の受賞蔵元をオンラインでつなぐ形でライブ配信された。コンクールの結果は、 クーラーマスター公式サイトでも公開されている。ありがとうございます。